田中康雄のだから言わんこっちゃないボリューム285、県間県中県庁の香ばしい神格好赤いアベノミズムな皆様に告ぐ、いう総文集さんが語る赤いチャイナの知恵と題してお届けをいたします。総文集さんは、まあ、皆さんご存知のソフトブレインという会社を作った方であります。私はですね、ちょうど知事時代かな、東京駅がまだ改造される前、ちょうど東京駅の丸の内側の中央口のあたりをですね、いっぱいあの荷物を持って、まあ、当時秘書もつけずにですね、歩いていたら、田中さんって言ってきた人が総さんだったんです。田中さんですよね、僕総文集と言います、知ってますかって言って、ああなんかこの間新聞に載ってたね記事で知ってますからって言ってですね、それで私のガラス張りの事実にも来てくださった方でございます。あの私がよく申し上げているあの決断という、後でフリップをつけておきますが、決断という言葉の原因を教えてくれたのが総さんなんです。これはあの決断というのは黄河治水の宋と呼ばれたですね、中国の最古の王朝の夏王朝、夏という王朝、ここの王朝の王様がですね、決断という言葉を使った。でこれは何かというと、昔から治水というのは世の中を治める要諦だったわけですね。黄河と揚子江もですね、いつもはもう悠久の流れのように流れてる、ところが天山山脈の方でいっぱい嵐のようになってブワーッと流れてくると、溢れてくると、溢れるから堤防をどんどん高くしたと。でも下道内貯水という形ができないので堤防を越えて大変な被害が起きちゃう。だから、前回お話をしたような津波の防潮堤なんてのがいかに意味がないかということなんでございますね。でじゃあまあ吉野川の可動石、ダムもないような可動石のようなものを作っても、可動石というか石を作ってもそれを超えちゃうと。だから決断というのは何かっていうと、人家が少ないところ、被害が最も出ないところを堤防を断つということを決めるというのが政治の要諦なんだというのがここから出てきてるわけでございます。でこれはあの繰り返し申し上げてますけど、私が知事の時も天竜川一級河川で国土交通省の管理でございます。ダムや堤防の大好きな、でも堤防の中には高野板を入れずにですね、亀ちゃんと私が言っても入れずに、中は砂利と砂でございますから液状化してるわけですね。アメリカやあるいはお隣のですね、気づいてみたらですね、韓国の方がすごい具合のリーダーシップになっていたということを、これは誰もが認めざるを得ない。いまだに韓国ガーと言っているような人たちは本当にまあ天動説をいまだに信じているような方ということになっちゃいますけども、高野板を入れるということもしない。でもまあ壬生川という川がありまして、これは南アルプスから流れてくる川でございます。でこの川が天竜川と合流する部分は堤防がないんですね。霞堤、引き堤となってます。すなわちわーって流れてきた時に稼働内で制御できない時に、そこの電波帯にスイッチバックのように入る。その年はそこはもう全滅だけれども、お米も畑も、翌年は南アルプスの溶土が流れてくるから、なんかブースカがもう早くも感動してちょっと手ぶれを起こしているという映像になっておりますけれども、つまりそれが知恵だったんですね。ですから決断というのはそこから来てるということを教えてくれたのがですね、宋文集さんだったんです。で宋さん、皆さんご存知のようにですね、ずっとソフトブレーンのところで彼がですね、ずっとあのメールマガジンをやっております。まあ、15万人くらいの方が読んでるというものでございますけども、ちょっとメガネをかけます。だいぶ前の内容でございます。336号ですけれども、日本がまた中国の政治を、学ぶ日、日本がまた中国の政治体制を学ぶ日っていうのがあってですね、なかなかいい文章なんです。あの私のベルダでもこのことを扱っておりますので、お読みいただきたいと思います。で彼が言うのにはですね、あ、というかその前に宋さんってどんな人かというと、お金持ちのお家の子だったんですよ。で文化大革命の時にですね、黒竜江省とかあっちの方にですね下放されて、もう本当に辛苦を飲んだという方です。そしてまあそのアメリカの大学か日本の大学に留学を文化大革命の後していいということで、彼は北海道大学を選ばれたんですね。で北大に行って、その地元の会社にコンピューターのソフト会社に入ったんだけど、そこが潰れちゃったという時に、学生の大学院時代からやってたそのまさに土木工学のですね解析のプログラムのソフトを作る
ということで、ソフトブレーンを作って、まさに日本国籍の方以外で初めて日本の株式市場で上場されたという方でもあります。まあ、今は再婚されて日本の奥様です。先日もちょっとばったりとお目にかかりまして、あ、田中さんなんて言ってましたけども、宋さんはですね、まあ、皆さんはなんか今の日本の安倍政権に関して、とても批判的なのでガーって思ってらっしゃるかもしれないけど、彼は違うんです。彼は田中角栄氏や、あるいはですね、中曽根康弘氏の頃ってのは、日本の政治って、日本の政治は二流だと言われたかもしれないけど、少なくとも一流だったんじゃないの。今の政治が二流って言われるんだったら、少なくとも、いや、考え、彼が言ってるのは考え方の違いはあると思いますよ。中曽根さんの考えが好きな人もいれば、田中角栄氏の考えが違う人もいる。でも少なくともバイネームで仕事をしていて、世界に知られていたと。だから一流とか二流ってのは世界との比較なんだと。じゃあ昔は自民党の中の派閥闘争があったと。すなわち主流派があり、反主流派があり、非主流派がある。そこで切磋琢磨を行われていたと。今日本の首相が国連で演説したってガラガラじゃないかと。つまり一党独裁になってるのに、一強政治になってるのに、党内闘争もない、野党もヘタレだということであるならば、そこにどこにクリエイティブコンフリクトがあるのかってことを彼は述べてるわけです。そんなこと言ったら中国なんか一党独裁ずっと続いてるじゃないかってこと。あ、僕これをですね、なるほどと思ったな。毛沢東が死んだ途端に妻たちは逮捕されただろうと。すなわち一党独裁かもしれないけれども、そして毛沢東が生きてる時に林彪のように戦おうとした人は殺されちゃったかもしれない、飛行機事故を装って。でも彼が死んだ後にあっという間に逮捕されると。それはやっぱり党内における循環作用なんだってことなんだと。そうやって考えてみると、今まで日本はみんな大韓民国はガーッ、大統領変わると必ず検察が捕まえるガーッって言うけども、日本の今の政治は田中角栄氏以来、あるいはその後のいくつかのリクルート事件等以降ですね、そうした自浄作用はないわけですよね。だから彼が言ってるのはですね、中国、いや、これもまたすごいなと思って、もう一個ですね、彼は私が中国共産党をどう思うかっていうので第338って、中国共産党の党員は9000万人いるで、これ福島の美君が言ったのに、まあ別に共産党、毛沢東とかマルクスとか読んでなくたって、まあその方が事業のためにいいやって人がいるかもだけど、9000人万人いると。でこれは日本の有権者とほぼ同じだったわけですよ。でこれが5年に一度北京に集まって党大会をすると、見てればみんなシャンシャンだと、何人かだけが反対して20票くらいしか反対が出ないとか言うけど、じゃあ今の日本の政治はどうですか。そうなんじゃないのかっていうことですね。で彼は面白いこと言ってて、1949年に国民党政府を大陸から台湾に追いやったと。でその後地主から土地を奪って農民たちに土地を与える、それは法律的には違法だったと。でも結果往来じゃなくて、9割の国民が喜ぶ違法行為はこれ違法でなくなると。ある意味じゃあ農地開放っていうのも、進駐軍がガーって言うかもしれないけど、農地開放をやったことで、まあ、その後農協って困った存在をどうするかあるかもしれないけど、ある意味では国民のためになるのか、一部の人のためになるのか、それが中国のような国においても行われてるって言ってるわけです。で、ここがつまり彼は言ってるのは、利益闘争から路線闘争まで、ある意味では国営メディアは放送しないけど、みんな WeChat とかで見てると。つまり共産党政権の習近平がもうとても困ってしまってるって、反旗翻しても無理だなと。今の日本がそうじゃないですか。皆さんが不満があったって、一部のガーって MeToo の黒い服着てる女の議員の人たちや男性の議員の人たちに共感もするかもしれないけど、なんかこれ二番煎じじゃないのと思ってると。つまり今もうみんなげんなりしてきてしまってるという、無気力な状態になっちゃってるってことですよね。でも中国はみんな党内政治の様子を知っているということですよ。
今日本のウィキペディアじゃなくてごめんなさい、ツイッターでいろいろなことをみんなが書いたり皮肉ったりするとそれがおかしいと言って、うちのようにですねブロックされてしまうという外務大臣からというところもありますけど、でもそんなのロシアだって皆さん、中国だって中でいろんな噂話っていっぱいあるわけでしょ。でそれが彼が言うにはこれがやっぱり支持と反対とに分かれていくことで、それを政府というものは一党独裁だからこそずっと見ていて、言論がデモや暴動になる前に防いでいるんだっていうわけです。で、中国の政治システムがすごいと思ってるわけでは彼はないと。だけど日本の人が多く思ってるほどダメなわけでもなかろうって言ってるんですね。で、これなかなか僕すごいと思ったのが、なんとこの間の党大会でもですね、去年でございますね、あの党大会の習近平氏、まあ習近平氏がもう独裁体制になるみたいなことを日本で言ってるけど、全部その例えばほら国連もフランス語と英語とスペイン語となんとかかんとかですよね、いくつかの言葉になってると。日本語は入っていないわけですよね。日本語の他にアラビア語、ブルガリア語、英語、フランス語、ドイツ語、ラオス語、ロシア語、スペイン語、9カ国のバージョンをあっという間に用意すると。日本そんなことクールジャパンって言いながらやってますか。言語バージョンの担当者の名前とプロフィールとコメントも書いた、つまりバイネームの仕事なんです。それはそれぞれの国の人だっていうことで、日本のを書いた人は、岩崎修一さんという人だったと。で岩崎さんのコメントがついて、5年間で一番感じた変化は環境保護面方面でしたと。2012年に北京マラソンに参加した時、空気はとてもよどんでいましたが、近年明らかに変わってきました。今年もマラソンに参加しましたが、この数年で最も良い空気と感じましたと。PM2.5 が未だにと思ってるかもだけど、北京はそうじゃなくて、 PM2.5 はじゃあ日本に流れてきてしまって、もっと強くいけ PM2.5 っていうことになってしまったのかということですね。ですから日本で流れるのは必ずアメリカから来てる中国系のメディアの人がずっと褒めたたえるような、質問をしていて、横にいた中国人の子がこうやってたってこと。今やそのこの岩崎さんはじめとして他のメディアの人も、日本のメディアもそこ書かないけど、海外メディアや傍聴席の解放ってのは体制は一党独裁かもしれない。だけどもしかすると今の一強体制であって、党内闘争、権力闘争も利益闘争もないような今の日本になってしまっているのに比べると、もしかしたら違うかもしれないってことですよね。その間もちろん文化大革命や天安門事件もありました。一気つ戻りつです。まさに振り子のように、古谷恒平君も右翼だと思っていたのに、最近は野心なんかとつるんで、なんだってヘタレかって言われてるらしいですけど、おバカなネトウヨよりもよっぽどまともなわけです。まさにあの中国共産党の報告書の最初の言葉は、本来を忘れず外来を吸収し未来に向かう。外来を吸収するってのが肝骨だったけど、日本の中国のそばをラーメンにしたり、餃子を入れたり、ピザを入れたり、カレーライスを作ったりっていうことですよね。だけど本来の日本ってのは何かって言えば、国家神道ではないような神道であったり、あるいは天竺からやってきた仏教を取り入れたり、キリスト教も入れたっていうことだろうと思います。ですから彼が言ってるのは、敗戦後の日本は主権も存在せず、米国に今の政治システムを押し付けられたと。その代わりに日本は米国から無条件に技術経済の援助を受け、豊かな国になったと。プロセスはどうあろうと良かったと思うと。でもし日本が米国のコピーではなく、自国民同士の激しい論争と対立、場合によって内戦を通じて独自なシステムを構築したならば、今の日本はもっと不幸になったと思いますか。イエス、不幸になっただろうって答える人は日本と日本人の能力と可能性を否定していますと。ノーと答えた人は私と同じ考えだが、中国は結果的にそうしているということを忘れなくつってんですよ。でこんなことを言うとみんな笑うかもしれないけど、20年後のことを予測できないと。40年前にソ連崩壊を予想しましたかと。20年前に中国が世界の GDP1 位になるなんて思いましたかと。中国の2000年だか3000年の歴史でも、日本は中国から学んできたわけです。韓国から、朝鮮半島からも学んできたわけですよね。でも日本人がこれだけ国弁連をして、彼らよりも素晴らしい経済
デバイスを作ったかもしれない。でも今やそれを彼らが今作るようになり、おそらくそのうちに外交防衛はアメリカの傘の下にあったとしても、社長は中国人になったりするかもしれない。現にフランス人の社長は困った人で、何か問題が起きた時にバックれてるというカルロス・ゴーンという本当に困ったおじさんが一人くらい出てきましたけど、そして武田薬品がわけのわからない分不相応なですね製薬会社を買収するなどということをやっておりますけど、ほとんどあれは武田薬品は税金の安いアイルランドに逃げていこうということをフランスからやってきたですね、まさに薬害をたくさんできたような製薬会社を渡り歩いてきた人によってされてしまうかもね。これは武田さんという最後の武田製の社長が素晴らしい人だったのに対してですね、その後の長谷川さんという方を経てですね、長谷川さんが今の体制を作ってしまったようなものかもしれないということであります。すなわちこうしたことにきちんと意見を言えないような日本が一方でガーッと言ってるんだったら、こんなものは誰も相手にしてくれない天道説だということです。総さんがお書きになることは皆さんギャーギャー言う方たちがいます。でもそれは中国や今回の大韓民国やあるいはその他の国の方もすごくなってきちゃって、日本すごいぞって胸張って言えなくなっちゃうって後ろめたさがあるから、それを一時の酒飲んであの社長がよってガーッつってるのと同じです。社内で言えないことがあるのはそれは分かります。でも日本だけが素晴らしいなどということにやったら、まさに手鏡がないということです。日本だけが素晴らしくてこの体制がずっと続くなどと言っていたら、金正恩万歳、習近平万歳、ウラジミル・プーチン万歳ってのと同じだということでございまして、この辺ベルダにも書いてあります。多分ここまで話してもわからない人はわからないと思います。でもわからない人がたくさんいるってことになると、私のようにですね、日本にこれからも暮らしていく人皆さんもそうだと思います。日本は、日本を捨てられる人はいいですよ。大層なことを言ってるような人に限ってニュージーランドとかそういったところに住民票を移していたというようなですね、岡山にあったもともとは本拠地の真剣ゼミから始まったような、今は日本に移されたそうでございますけれども、ベネッセの方であるとかですね、あるいはまあ私もあのヒートテックは着てますけれどもという会社の方であるとか、そういう方は他に逃げてもいいでしょう。でも皆さんは逃げられないんです。逃げられない日本が日本すごいぞと言ってるだけで、果たしてどうなのかなということをぜひともですね、総文集さんの文章はですね大変に素晴らしい、これだけの言葉を全部書けるようになってる。その意味で言ったら、今コンビニで働いてる中国や韓国からいらっしゃっている方も、お釣りの計算はパソレジでできるっていうか、だけどあれだけの多くの商品とあれだけ後ろに並んでるタバコも、そして わざと分かりにくい言葉で勝谷正彦先生のようにですね言ってですね、お前らっつって金を叩きつけていくような人がいる中で、でもその人たちの方がもしかしたら勝谷氏がいつも日本はすごいと言いながら日本の若いやつはダメだと言ってる人よりもよっぽどすごかったりするわけですよね。そしてそういうことを言わないような日本の若い人の方がよっぽど努力をしていたりもするというところで言うとですね、日本すごいぞ論ってのはそろそろもう古いものだという、あの今年の流行語大賞と称するヤッシーにあの流行語大賞の表彰式に来いと言ったわけのわからないとか、今ユーキャンになってますけども、私はあの日本すごいぞという番組であったりですね、言葉であったり、そういうお考えというものがもう恥ずかしいものになっていくということがですね、すべて一回一掃されるという形がですね、近くもう桜は散ってしまいましたが起きるんじゃないかにゃんと思っております。